所有物から解放させたいという依頼を受けた。具体的にはそいつからゲリー・ユーロダインのギターを盗んでほしいそうだ。単純明快な上報酬もいい。詳細を送る。報告を待っているぞ。上の階の騒ぎだが、あれは何だ。さっき通りかかって小松のヤフレブかと思ったぜ。何かのパーティーのもんか。 世の中捨てたものじゃない。教えてやるよ。ここのは全部違う。どうしてわかるの？なんだかんだ言ってもケリーはギターを熟知してる。こんなガラクタは選ばないさ。おいおい、なんだよ。音楽と酒はなかなかいい趣味してんじゃねえか。だからそれにしても何でまたケリーにこだわる。
ーケースにゲロってな。ぜひこの目で見たかった。9と入れてみてくれ。絶対ない。写真だこれ。そんなに前じゃない。日付は、日付、そうだ、あの金庫室、きっとこいつが暗証番号だ。まだ冴えてんな俺。
きくなったらロッカーガールになるの。何してるの？Disfrutando del buen tiempo, este mes las temperaturas promedio se han mantenido en niveles seguros para la vida humana.勝者発生。敵ながらあっぱれだ。逆の立場だったらと思うと背筋が凍るぜ。一人で縮み上がってんだろう。
どこ見て歩いてんのよ。組織犯罪活動の報告あり、ゾーイ・アロンゾ率いるバレンティーノとのグループが逃走し、アロンゾには強盗、恐喝、誘拐、第1級殺人の罪がある。アロンゾとその一味を利用した者には、ナイトシティより報酬が支払われる。傷を負っちまった死にがた。Delincuente, te vas a la chingada como uno. ¡Oh! ¡No! ¡Tú no! ¡Por favor!
quiero pastillas, pero ya, ya, ya.
計を傷つける恐れがあります。インフラ隣さんが出てくことになって仕事を探してるって言ってたじゃない。シーザーね、戦いに来た。いかにもグレン最強の男だ。ついでにナイトシティ最悪の父親ね。ミカエラ頼むよ、大丈夫。あなたとは話してない。クロームに大金つぎ込んだかと思えば次は頼むよ。この人に分からせてやってくれる。負けないと理解できないの。ミカエラ、ミカエラ待ってくれよ。今すぐ大金が必要なんだ。だから大きな賭けしかするつもりはない。こっちは車を賭ける。それに見合う金を出すつもりがないなら忘れてくれ。そんな額今すぐは無理ね。ああそうか、まあ気が変わったら言ってくれよな。どうした。ヘイユットはかなり荒れてる。ここで商売してくのは大変そうね。狼どもに食い殺されない程度には敬意を払ってもらっている。あんたの島であんたに逆らうやつなんているの。私を恐れる狼は多いだろうな。個人的なことを聞いてもいいが、答えるとは限らないぞ。どうして神父になったの。信仰は神のお恵みだ。昔はそれを理解できていなかった。しかしやがて実感するようになったのだ。私は神を信じる。そして私が死ぬ時には神に信じていてもらいたい。パドレ、ママウェルズの様子を見に行ってる。ジャッキーが死んで誰かを必要としてるかも。彼女は強い。私がいなくても大丈夫だろう。そうじゃなくて、ジャッキーは秘密を抱えてた。報復を狙っ。おやつがいるかも。誰にも手は出させない。安心しろ。それに、お前こそ会いに行く。NCPD 業務委託者に通達。スカイラインサウスで組織犯罪の疑いあり。主要被疑者はデンゼル・クライヤー、別名ブレイン、ギャング組織アニマルズ、そのカワイイグループのリーダー、スースと呼ばれる違法サプリメントの取引に関与。彼らとその一味を無力化した者には死より報酬の支払い。
俺の強さを思い知らせてやれ。27回目となるインプラント製造業協会の年次会議が先日行われました。白熱したのは一貫して気をつけるか。街に本来の均衡を取り戻してほしい。警官を殺したバレンティーノズの一人が罰を受けずにのうのうと生きている。このような不義を許すわけにはいかない。それとそいつをかくまっている人間を見つけたら報酬に色をつけよう。詳細を確認してくれ。ウナバッタ、テネモクナバッタ。
わけにはいかん。それとそいつをかくまっている人間を見つけたら、詳細を確認した。お前は母さんだぞ。¡Lo mereces, perra! Thank you.
を頼む。Esto te pasa por meterte con los...
B よ、ホセを始末した。さすがだな、見事な仕事ぶりだ。警官が殺されたらと誰が奴を逃がしたか分かったか。荒坂が捜査に横槍を入れた。荒坂が、まさか1階の警官の殺害に巨大企業が関与していたとはな。ジョフリーの死はたまたまよ。ホセの件は別の理由みたい。続けてくれ。奴とその仲間は荒坂の施設を襲うために雇われたの。わざわざミリテクの兵器を使ってね。荒坂の依頼で荒坂を襲うだと。くそ、早くそこを離れろ。いや、せっかく来たんだし、もう少し探りを入れてみる。新しい情報は見つからないさ。そこらの相性の悪いものが2つあるな。何？いろいろ知ってるよね。ミリテク。話して。ヒント2。これはただの推測だ。いいから。荒坂はミリテクとの本格的な衝突を画策してるのかもしれない。全面戦争もあり得る。つまり、ホセの暗殺を口実にするってこと？ちょっとやりすぎじゃない？ホセだけじゃない。同じ手口の事件をいくつか聞いてる。こいつは根が深いぞ、B。でもなぜ？前回の戦争で十分懲りてるはずでしょ。戦争は格好のカモフラージュだ。世間の目をそらせたい何かがあるのかもな。深追いするのをやめとく。あんたはどうする？やめとこう。さすがに私の専門分野外だ。ではまたな、B。ええ、また。これをよく見な。これこそが未来だ。
の方たちが正体不明の AV に連れ去られたという噂はデマです。死は修正第1条を深く論じています。これで終わりにしてやりましょう。